クマアラビドライプタースラサーは、押しだのシダ植物の一つ。放射能群は、葉の先端付近にだけ生じ、その部分の右辺は、特に小さくなっている。常緑性の多年生双本。根茎は太くて短く、直立して、多数の葉を束に生じ、輪辺がある。傭兵は、長さ25センチメートルまで、葉全体で見ると短めである。傭兵には、輪辺が密につく。 臨片は褐色から赤褐色で大きいものでは長さ2センチメートル卵上腸楕円型から線上皮心型で膜質。臨片は陽平上部から陽心部の軸にまで広がるが上にあるものほど小さくて幅が狭く色は濃くなる。陽心は2回右上腹用になり基部に近い右辺がやや短くて全体としては楕円型から超楕円形。 長さは30から60センチメートル、幅は20から30センチメートル。右辺には部分的な荷型がある。基部側の右辺には胞子能を生じず大きい。先端側の一部の右辺は胞子能群を生じ、それ以下の右辺より明らかに小さい。胞子能をつけない右辺は3から10対、前傾は長打炎上筆心型で、先端は細く突き出し、基部には短い柄がある。 デ片は筆心型から長大上筆心型で、幅は5から8ミリメートルで、先端は尖るか、長く突き出して尖る。下部の右辺では、デ片は互いに離れ、その基部は前後に膨らんで耳状になり、その円には小さな虚子がある。葉は厚めの草質からほぼ角質までで黄緑色。葉の表面は葉脈の上がくぼんで小さな溝となる。 胞子脳をつける右辺は一回り小さく先端近くのものはより小さい。裏面は一面に胞子脳が厚く。胞膜は腎臓型で円は滑らか。胞子を散らせるとこの部分の右辺は他の部分よりも早く枯れ巻き込んだ後に脱落する。和名は熊わらびで傭兵の基部に臨辺が密生する様を熊の毛深いようになぞらえたものである。 葉の先端部にだけ胞子能群が付き、しかもその部分の右辺が、はっきりと小さいという特徴が非常に目を引くため、判別は、ごく容易である。池田は、同定のための解説は不要なほどとさえ記している。よく似たものに、奥間はラビディ・ウナフォアマスがあり、全体によく似ているが、胞子能群の付く辺が葉の前半部と広く、またその部分の右辺が小さくなっていない点で、 はっきり区別できる。小右辺の先端が丸く、また輪辺が細くて、暗褐色であるなど、細部にも差がある。この種は、本種より嫌や,や、人里寄りに出現するとも。この種と本種との雑種は、アイノコクマワラビといい、葉全体の形や明るい輪辺の色は、クマワラビに、紙半分に、胞子能群を持ち、その部分の右辺が小さくならない点でクマワラビに似る。 ただし田川はこれを奥間らりの1型であろうとしている。以下、記載は、主として、岩月編、P190 田川、P96 牧の、P31 牧の、P31 池田、P99 池田、P99 田川96。ありがとうございます。